はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験面接、練習の有無が成否を分ける。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、やっぱりその小学校受験の面接は、例えばそのね、あの子は大丈夫だろうと思っていても、しっかりした子でも、いざ本番になると固くなっちゃったり、どうしてそんな答えしちゃうのということはよくあることなんですね。そうですね、あの突然喋れなくなったりとか、うん、なんか結構普段はね元気な子でも、うん、なんかいきなりやっぱりああいうような環境、うん、先生が前に座って、大人ならすぐにねできるけど、うん、やっぱり子供はなかなかその環境の変化には対応ができないっていうのが事実ですよね。何か気がついたことってありますかね、そうやっていろいろ見ていて。そうですね、なんかやっぱり面接っていうのは練習が必要なのかなってこう結構終わってみると思うんですけれども、はい、まあ、大体お母様たちも帰ってきて、先生想定通りでした、なんか結構子どもも想定通りだったりすることもあるのでね、そういう意味でやっぱり練習ってしてると子どももこう落ち着いて、お話をよく聞いて答えられることができるのかなって思います、うんうん、で今ねやっぱり一番問題なのは、こう今まではこうお母さん、まあお父さんも忙しいですからね、うんうん、なかなか来ることはできないと思うんですけれども、お母さんと、ね、そう、うん、子供だけでこう繰り返し面接練習をしてきても、はい、よくあることなんですけど、突然本番の面接ではお父さんも一緒になったりするんですね、うん、実はその時に子供のテンションがこう変わってしまうっていうのがよくあるんです。あ、なるほど、はい、やっぱり慣れてないというのもあるのかな。だから普段はその面接の出入りの練習も2人でしてきたと、なのにその当日、面接当日になったら、そこに初めてお父様がいたら、今までの全く環境が違うわけですから、子供にしたらどういうふうに動いたらいいんだろうとか、どういう動揺しちゃうわけですね。そうなんです、やっぱり、こう動きとかも一応いるっていう設定ではやってるんですけれども、まあ子供はいるっていう設定でこう回るんだよっていう教えておいても、今度本番になってお父さんも練習してないから、お父さんもどうやって動いていいか実際のところ大人でも分からなくなっちゃうっていう、なるほどなるほど、そうなると2人で右往左往してしまうから、うん、やっぱり子供もいろいろタイミングが狂ってしまうっていうこともあります、うん、はい、なんか例えばまあそのお父さんが加わったことによって、まあ、タイミングが狂うっていうこともあるんですけど、やっぱりちょっと学校がね遠くて朝の早い面接っていうのも結構あるんですよ、はい、そうすると、まあ、前の日から行ってそこに泊まりましょうっていうことも結構あるんですね。あ、全泊ね、はい、うん、でもそこが気をつけなきゃいけないのは、両親は確かに明日は面接だとか言ってこう気合い入ってるんですけど、はいはい、子供はそれはもう旅行気分になっちゃうんですよね。ホテルだみたいなね。そう、幼稚園もね、うん、ないし、うん、お父さんと一緒にねホテルに滞在して、なおかつ朝なんかこうね美味しいご飯かなんか食べてきちゃうと、うん、もう途端にこう有頂天になって、旅行モードになっちゃうと、はい、旅行モードになって試験に行くとかっていうのもありました。やっぱり、なるほど、なんかやたらもう子供がダラダラしちゃったりとか、うんうん、っていうことがあるのでね、まあ練習っていうのは必要なのかなっていうふうに思いますね、うんうん、ちょっと宿泊をする場合難しいなとは思うんですけど ね、 そうですね、よく本人にね、明日は試験なんだからね、明日は面接なんだからね、いい3人で泊まっても浮かれちゃダメよっていうのはよく言ってたりしますけどね、はい、ただやっぱりいない人が突然そこへ入ってきているっていうのはちょっとやっぱり子供もね、今までお父さんと特にあまりお出かけしたことがなければ、うん、もうもっとこうテンション高くなりますよね。そうですね、はい、だからその面接で練習しないためにはその、まあ、お父様がね実際に試験の時に面接に出席するのであれば、3人での面接練習はまあ絶対にやった方がいいと。そうですね、うん、でやっぱりもしお父様が欠席で例えばお手紙を持って
っていくとすると、今度は手紙を持ってあの、はい、欠席の理由を書いたお手紙っていうのをこう用意していく場合もあるんですけど、はい、あ、なるほど、はい、でもまたそれもただ持ってきていつ出そうかいつ出そうかいつ出そうかとか思って出しそびれて帰ってきちゃうこともあるかもしれないのでうん、うん、私たちはそのお手紙を持ってきた時はお手紙をどのタイミングで出すかっていうのも一応やっぱり練習してますね、うん、はい、そっか、それやんないとあたふたしちゃってね。そうなんですよ、うん、持ってて結局出さずじまいで帰ってきたりとかっていうことも中にはあるかもしれない、うん、そうですね、はい、もしね出しそびれちゃうとずっと気になっちゃって面接中もね気が散っちゃうなんてこともありますもんね。だからやっぱり面接をこう失敗しないためには、はい、うん、あの練習の時から本番と同じスタイルでこう練習をした方がより効果的かなと思います。なるほど。だから面接がもし3人で、うん、あのするようであればやっぱり3人で練習をした方が、うん、あの、うん、途中でも印象よく余裕を持ってできるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、ではそれに関連して、面接特訓コースのお知らせもしたいと思います、ご家庭のオリジナリティを生かした面接ができるように特訓いたしますということになっておりまして、なんでしょうね、やっぱりただ単に受け答えだけではなくて、あの入室からね退室に至るまでの一連の動作、誰がどういうふうに入って誰が先に座ってとか、お辞儀はどのタイミングでしてとか、そういう細かいところまでやっておかないと、いくら受け答えが良くてもその第一印象の部分は変わってきますね。そうですね、うん、あのやっぱり見てる側も入ってきました、うん、子供はうろうろします、うん、親もどうしていいか分かりませんそういうこうドタバタ的なものを、うん、やはり先生に見せるよりは、うん、パッと入ってきてパッとやってパッとご挨拶してパッと座る、終わったらパッと立ってパッと後ろに行ってさっと帰る、うん、もうこれが一番印象が私はいいと思います ね、 そうですね。でその姿を見てると、あ、なんかみんなここは一体感がね、うん、あるのかなっていう、うんうん、私は絶対好印象だと思うんですね。そうですね、もう子供が入ったきりうろうろあっち行っちゃったりこっち行っちゃったりっていうのは、うん、おそらくかなり面接でも低くなるんじゃないかなっていう、はい、ちょっと印象はあんまり良くないかもしれませんね、はい、でやっぱりお母さんが話してたりお父さんが話してたりするときに一応きちっと前を向いて、うん、手はね膝にしてしっかりお話が聞けるっていう体勢を見せることも大切なので、これもやっぱりやってみないとおそろそろ動いたりね、いろんなことしてしまうのでね、そういう意味ではやっぱり面接練習って必要かなと思います、うん、そうですね。あとは例えばそのご家庭内でね練習するのも確かにいいかもしれないんですけど、あの私たち面接特訓をしていて思うのは、あのやっぱ試験官の席にいるからこそ気づけることってあると思うんですよ。それはお父さんお母さんの座り方はもちろんですけど、お子さんの目線が低いよとか、そういうことってやっぱり第三者が見るからならではの指摘ができると思うんですよね。それはありますね、うん、やっぱりあの必ず誰かが見てるっていうことが必要なんで、うんうん、私たちなんか人手がいないときはどうするかっていうと、うん、子供に頼むんです、うん、あの小学生とか、はい、小学生に頼む時もありますけど、うん、どうしてももっと人手が足りない時は幼児に頼んで、うんうん、幼児が2人あの、まあ、3人で入っていってね、もうやり方っていうのはみんな心得てるから、はいはい、で幼児が誰々の母父でございます、誰々の母でございます、どうぞよろしくお願いしますかなんか言ってすごいこで、私はあの、うん、面接官の席に座ってね、はいはい、で子供がみんなやったりするんですけど、結構楽しんでみんなね、あの練習してますし、はい、だからドア開けて3人ね入ったら3人並んだらこんにちはよとか言ったら、ちゃんともうその幼児たちも心得てて、はい、トントンとかやって入って3人並んでなんかお辞儀するんですけどね、はい、もうなんか可愛いんですよ、小さなお父さんとお母さんがいて、ね、はいはい、誰々の父でございますとか言うのかも、嬉しくて嬉しくてね、うん、まあそうやってでもやっぱりこう出入りみたいなものって私たちは練習するのでね、うん、とても大切なんじゃないかと思います、うん、なるほど、ありがとうございます。まあね、この外部生向けの面接特訓の時はさすがにあの子供が手伝うことはないのでご安心くださいはい、本当にやっぱり
とっても大事なのでね、ぜひあの外部生の方もあのこちらは利用可能ですので、他の教室通ってますよという方でもあのご利用ご活用ください。あの20分とか、ね、10分ぐらいしか付き合ってくれないってことが多いみたいですね、他の教室だと。そうですね、うん、まあ、ここはまああの結構納得いくまでやるんですけれども、うん、あの実際のところはやっぱり面接点っていうのは入ってますからね、言語っていうか項目で入ってる場合もあるし、まあ、面接っていうところで点数配分がされてますのでね、やっぱりぜひ印象よく行った方がいいと思います。そうですね、はい、はい、お待ちしております。また同じく重要なのが西荻、願書ですね、西荻願書クリニックでは様々な願書添削を行っております。まあ、二次募集、三次募集や B2 点もねまだございますので、願書作成をしていて困っている方はね、あのご連絡ご相談いただければと思います。はい、まだね11月に提出の願書も結構ありますからね、はい、何でもお聞きください。あとはもう間もなくですがセミナーのお知らせですね、今週末土曜日10月26日と、あと、来月ですね11月9日にセミナーを行います。ゼロから始める小学校受験、私立国立小学校入門セミナーということで、まあ、例えば国立と公立でどう違うのとか、私立と国立でどう違うのか、公立の現状はどうなっているのか、あとは、受験に向かうまでの間予算ってどのぐらいかかるのかしらとか、そうですね、そういう気になるところは何でも行きましょうという話ですね。はい、そうですね、ぜひお待ちしてますので、はい、出してください。お会いできるのを楽しみにしてます。はい、お待ちしております。はいはい、また国立小学校受験短期集中コースというものもございます。こちらもぜひご検討ください。あとこちらは来年以降のお知らせですね、小学校受験総合対策講座、期間2019と書いてありますが2020年以降も同じぐらいの時期に開講予定です。月4回の授業をベースに取っていただくと、お預かり授業や絵画工作クラス、願書対策や面接対策を特別価格で利用することができます。はい、メールマガジンではセミナーの、先行予約や、特別料金のご案内などいろいろお得な情報を配信しております。またたまにはね、あのブログに載っけてない情報もあのちょくちょく更新しちゃいますので、気になる方はぜひあのご登録いただければと思います。由美先生が文章を書いてね、はい、あの皆さんに配信してまいりますので、よろしければ見てください。はい、よろしくお願いします。はい、子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。で、先ほどのセミナーの日程が忙しい方はこちらの相談会をご活用いただくのもありかと思います。スカイプなども利用できますので、海外にお住みの方、地方にお住まいの方でもご利用いただけます。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。来月からいよいよ新年中、スタートしますが、このいざ動き出してしまうとね、遅れを取り戻すのも大変ですので、この時期に体験授業を受けておくということは、ね、とってもいいタイミングかもしれません。そうですね。はい、連絡先です。03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、海外での教育や英語教育についてもお話をしてまいります。そうですね、毎週日曜日 ね、 そうですね、あのとっても面白いので、はい、ぜひ聞いてください、はい、あのとっても忙しい時たまに隔週になっちゃうところもあるのでどうもご容赦ください、はい、ではお楽しみにしてください。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。はい、お待ちしております。はい、では失礼いたします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。